やあ、また会ったね。今後君にはまた新たな試練が訪れるだろう。だけど訪れるのは試練だけじゃないよ。新たな出会い、新たな絆、それらが君に訪れる季節になるだろう。だけど忘れないで、出会いは常に別れと共にある。それをどう受け止め、その先の未来をどう生きるか、すべて君次第だ。さあ始まるよ。シャドウの近くは、カゲツ館に適応した人間が迷い込んでいるのか。早くシャドウを倒して助けに行かなきゃ。俺ちってば、こういうホテル初めて入った。たまにはタルタロスなんかじゃなくて、こういうエロい雰囲気の中戦うのもいいもんっすね。姉さまだ。行くぞ。敵、鳳凰タイプと恋愛タイプです。ハード型のシャドウは精神攻撃を使います。気をつけて。みんな惑わされるなよ。よっしゃ。オッケー。オルフェンス。はあ。一発。オムラン。敵一体ダウン。テレテテ。オレっちレベルアップ。先生。おい、おい、サラダさん、なんでやってんの。ユリ、行きましょう。ジュペ、バックや。敵の精神攻撃か。ジュペ、ごめん。オレンジ、何を。気をつけて。ユカリッチ、ミツル、どうした。キリジョン先輩。タケマ、ジュペ、敵の精神攻撃だ。でも俺これ嫌いじゃない。俺たちで何とかするぞ。はい、衝撃を与えるんだ。ユリ、ちょっとガツンと行きますね。ああ、ダメだ。ちょっと、タケバ、戦闘中だぞ。あの、キリジョン先輩、ダメです。先輩、ダメだ。ダメだ。タケバ、目を覚ませ。ゴーカ、これ悪くない。タケ君、ケルスナ、
この瞬間を待っていた。やっちまおうぜ。剣のためにしてやる。はぁ、敵残り1体。行くぞ。はぁ、大丈夫か。さあ、はい、ボリリウス。はあ、よっしゃ。待ってください、フォータイプまだ健在です。どうしよう、この近くにいる人に迫っています。何、まずいな。よし、すぐに行く。私だ。あ、さっきのダメージが、今動いては危険です。山岸、場所は分かるな。はい、みんなはここに。よし、俺と塩見で行くぞ。頼んだぞ。神様、お願いします。どうか母さんを殺したやつと巡り合わせてください。そして僕に母さんの仇を討たせてください。母さん、僕は必ずやるよ。黒マンの声、どうしたんだろう。空が変な色してる。こんな空の色、前にも見た気が。なんだあれ、化け物だ。コロマル、来ちゃダメだ、殺されちゃう。コロマル、いたぞ。これでちょっと、あ、危ない、逃げろ。ガッツゴール。目障り、テンダー。もともとかなりダメージを受けていやがったな。おい、大丈夫か。はい。お前は。シンジ、どうしてここに。別に、たまたま通りかかっただけだ。腕は錆びついていないようだな。だったらなんだ。俺たちは力を必要としている。何度も言っているが、戻ってこい、シンジ。もう一度一緒に戦おう。しけんだよ。俺はもうやめたんだ、戦いなんてくだらねえ。そう思ってるなら、どうしてシャドウを倒したんですか。ああ、お前には関係ねえだろ。こっちだ。何だ、新垣。俺は戻らねえぜ。あの、ありがとうございました。あの新垣っていう人、もしかして。ああ、元この部のメンバーだ。え、大変、怪我してる。ひとまず戻るぞ。君にも来てもらおう。はい。大した見せ物です。彼らはここしばらく毎月こういった活躍をしていますね。あの塔にも頻繁に出入りしているわ。確かにそうやな。しかし彼らは一体何を目的に戦っているのでしょうか。さあ、でももうすぐ奴から連絡が来る頃合いやし、直接聞いてみたらええんとちゃいますか。なるほど、それはいい。彼は今や私たちと同じ運命を背負うものですからね。ぜひとも会って彼らの目的を確かめねばなりませんね。その結果次第では。
今夜は大変だったね。お疲れ様。あの、皆さん、今日は本当にありがとうございました。僕は月光館学園初等部の天田健です。天田君か。天田、僕の自己紹介をしていなかったよね。うん、そうそう、僕は月光館学園の理事長、幾月修司だ。幾月が、いくつかは聞いちゃダメ。気にしないでいいよ、こっちおいで。いや、今のはわざとだよ。天田君の緊張を少しでも和らげてあげようっていういくつかの気遣い。黒丸はどうなったんですか。黒丸、誰か知ってる人。霧城の動物病院に連れて行った。大した怪我ではないそうだ。時期によくなるだろう。よかった、うん、犬はもう大丈夫。まさにワンダフル。おや、天田君、今夜はいろいろ大変だ。そうだ、我々の説明がまだだったね。我々は特別課外活動部。表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。実はごくまれに影時間に適応できる人間がいてね。そう、君もその適応者の一人ってわけさ。そしてそういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。君も見たんだよね。つまり率直に言うと、君もペルソナ使いになれる可能性があるってわけさ。理事長、いくらなんでも彼には無理ですよ。霧城君、あくまで可能性の話だよ。要はそういう事実があるということを理解するだけでいいね。だからもう夜遅く出歩いちゃダメだよ。はい。天田君にはこの寮で一緒に生活してもらえるように明日早速手続きをしよう。でも今夜はもう疲れただろうから、ゆっくり休むといい。はい。おやすみなさい。おやすみ。ぼんやりとだけど、僕、思い出した。あの日、母さんを殺したのはシャドウだったんだ。ところで、天田君を助けたのは荒垣君らしいね。ええ、真珠のやつ全く衰えていませんでした。ぜひとも戦力に加わってほしいものだがな。あの、この際なんで霧城先輩に聞きたいことがあるんですけど。私にか。ズバリ聞きますけど、霧城先輩、私たちにまだ何か大事なこと言ってないんじゃないですか。例えば影時間やタルタロスのこと、詳しいことはわからないみたいに言ってましたけど、あれって10年前の事故と何か関係があるんじゃないですか。10年前の事故。
学園の周りで爆発があってたくさんの人が死んだ話、当時すごいニュースになっていたはずですし、霧城先輩は知ってますよね。ああ、ちゃんと説明してください。10年前の事故、あの日本当は何があったんですか？学園は霧城グループが建てたんだから霧城先輩は知ってるはずですよね。私、本当のことが知りたいんです。隠してるわけじゃない。必要のないことは告げてないというだけだ。しかし、仕方ないさ。お前のせいじゃない。わかった、すべて話そう。ちょっと待ってもらっていいかな、竹葉君。罪は過去の大人たちにある。そして彼らはみんな自らの行いによって命を落とした。当事者はもういないんだ。ただ一人を除いてはね。誰なんですかそれ？霧城君のお父上、霧城竹春氏だよ。実はね、その竹春氏が今後のことやシャドウのこと、影時間のことについて一度君たちにきちんと話しておきたいと言っていてね。父が？しかし父は多忙でそんな時間など取れないはずです。そう、だからこちらから話を聞きに行くことにしたよ。竹春氏のいる屋久島にね。屋久島？屋久島っていうのは、ビーチに、水着に、ひと夏の思い出のあの屋久島。順平、たまにはいいじゃないか。気分転換を兼ねて君たちは本当によくやってくれているからね。よっしゃー順平。はい。喜ぶのはまだ早いぞ。何？理事長、当然行くのは、期末試験の終わった後だね。最悪だゆかりが10年経ったらもう高校生なんだね。僕は仕事でいつも君を寂しがらせてるけど、君はいつも僕に笑顔をくれる。ゆかり、毎日は楽しいかい？希望を持って前に進んでるかい？今隣にいる小さな君のように明日が来るのを待ち遠しいって感じてるかい？父さん。
どうしてもやるのか。俺もガキの頃からの夢だったんです。真田さんを男と見込んでもお願いっす。そうか、わかった。お前がそこまで言うのなら、やろう。さあ、僕を信じて目を開けてごらん。うわあ、すごい。本当に空を飛んでるみたい。ああいうベタなことをやる人たちって寒いよね。ねえ。俺だってやりたくてやっているわけではないでしょ。急にて離さないでくださいよ、さなたさん。私は。